コラボ配信か。はるかの人脈に感謝ね。でもアリちゃん、お待たせ。委員会、結構早く終わったのね。うん、それで教室じゃなくてここで話したいことって？うん、とりあえずこれを見て。私たちが配信してきた動画なんだけど。どの動画もそれなりに盛り上がってるわ。けど少し気になることがあって。もしかしてみのりちゃんのこと？そう、ちょっとは予想してたけど、思ったよりみのりへの反応が厳しかったなって。まだ始めたばかりだから仕方がないんじゃないかな。そうだけど、みのりだって配信中は元気だけど気にしてないはずないわ。そうね、みのりちゃん勉強のためってよく動画も見返してるから。愛梨ちゃん、みのりの魅力をアピールする企画ができたらって思うんだけど、しずくはどう思う？今度はるかの知り合いとの配信コラボもあるし、そこにうまく結びつけられれば。ちょっと何ニコニコしてるのよ。同じこと考えてたんだなって思って嬉しくて。私もみのりちゃんのことをもっとみんなに知ってもらいたいから。同じか。愛梨ちゃん？しずくは同じって言ってくれたけど、私の場合は実体験からの行動っていうのもあるのよね。私はアイドルとして見向きもされない、必要とされないことの辛さを経験しているから。だからこそ同じ辛さをみのりには味わってほしくないのよ。そう思っているの。愛梨ちゃん。それにみのりはみんなに明日を頑張る希望を届けたいって人一倍強い思いだってある。それこそ私たちにもう一度アイドルをやろうって決心させるくらいのすごく強い思いが、その思いが届けばみのりはみんなに受け入れてもらえるはずよ。だから。ちょっと熱くなりすぎたわね。愛梨ちゃんの気持ちはすごくよく伝わってきたよ。そうならいいけど。ね、愛梨ちゃん、私にもお手伝いできることがあったら協力させて。しずく、もちろんよ。みのりのためにできることをやりましょう。それで本題だけど、やっぱり特技をアピールするのがいいんじゃないかしら。それから合同ライブも成功したし、次の活動のことを話そうと思ってたけど、みのりだけまだ来てないのね。うん、今日飼育当番みたい。それで少し遅れるって。じゃあ話し合いはみのりが来てからにしましょうか。それにしても愛梨ちゃん、やる気満々ね。当然でしょ。合同ライブは成功したけど、私たちの活動は始まったばかりなんだから。あ、そうそう、合同ライブで思い出した。みんなにこれを見せようと思ってたのよ。
何？合同ライブを見てくれた人のコメントを SNS で検索してようやく見つけたんだけど。あ、みのりのこと書いてくれてる。最初のコラボ配信からライブ当日までにあんなに動けるようになってるのすごくない？だってみのりちゃんの頑張りがちゃんと伝わったのね。うん、もっとみのりについてのコメント書いてくれてる人がいてもいいのにね。あ、そうだ、実は私もこんなのを見つけたんだ。ほらこれ、個人のブログサイトなんだけど。へえ、この人いろいろなアイドルを応援してるのね。どれどれ。新人アイドル花里みのりは本当に話題性狙いか。一人だけ未経験者がいることによる話題性を狙った戦略であると自分は推測していた。もしかしたら同じことを考えた人もいるかもしれない。しかし先日行われた配信コラボや合同ライブでどうやら違うらしいことが分かってきた。他のメンバーの配信中での発言からも分かるように、彼女たちの間にはしっかりとした信頼がある。少なくとも自分はそう感じたのだった。この人最高ね。そう、そうなのよ。分かってくれてる人がいてよかったわ。私もみのりちゃんに関するコメントとか記事とか探してみようかしら。じゃあみのりが来るまでちょっとエゴさしてみる？うん、なるべくたくさん見つけてみのりに教えてあげなくちゃね。違う、これも。名前だけじゃなくて他にも検索ワードを考えないと。愛理ちゃん。はいはい、どうせ検索の仕方が分かんないんでしょ。ほら教えてあげるからスマホ見せなさい。うん、ほらここを。うん、それで検索。見て、みのりちゃんのパートを踊ってみたっていう動画を上げてくれてる子がいるわ。本当だ、もうこういう動画を上げてくれてる子がいるんだね。あ、投稿者さんがコメントを書いてくれてるわ。いつも同じとこで失敗しちゃうんです。みのりちゃんはここどうやってできるようになったの？だって、そんなの気合と根性と挑んだ数に決まってるでしょ。もうなんで愛理が嬉しそうなの？愛理ちゃんたら。あ、私も一つ見つけたよ。ほら、私たちの似顔絵。あ、みのりがセンターじゃない。投稿してくれたファンの子はアイドル好きみたい。今一番注目してるのがみのりなんだって。すごいわこの子。みのりが受けたオーディションの審査員より圧倒的に見る目があるわね。似顔絵にも愛があるっていうか、みのりのことよく見てくれてるって感じるわ。愛理、自分のことみたいに喜んでる。あのね、はるかちゃん、前に愛理ちゃん言ってたの。愛理ちゃん、アイドルとして見てもらえない辛さをみのりちゃんには味わってほしくないって。はあ、それでみのりちゃんのことずっと心配してて。そっか、それで。ちょっと、二人して何ニコニコしてるわけ？ううん、なんでもない。なんでもないわ。なんでもない態度には全然見えないんだけど。
絶対何か隠してるでしょ。内緒。やっぱり何か隠してるじゃない。もう私にも教えなさいってば。